な、うんうん、本だったらちょこっとずつでも貯まると思うんですけども、うん、なかなか活用してないな王子の場合はね、うん、まあやり方がわからないっちゃそれ前ですけどね、うん、で上手くやられる方は本当にねたくさんポイント貯めてそれで、ねうん、いろんなものと交換するとかね、うんうん、ねやってますもんね。ねえなかなかポイント貯まらないですっていうかなやっぱりねあの、うん、ね一括して何かに貯めるっていうのが一番いいんでしょうね、うん、なんか細かいポイントってなんか消えますもんね。うんうんそうなんだ、ね、あツイキャスが切れましたね。あちょっとコインがなかったですね、すっかり忘れておりましたね、うん、消えてしまいました、うん、はいどこまで行ったかな。はいあそう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 はい、じゃあメールいきますね、はいはい、ラジオネームたかぼさんからです。ありがとうございま す。テーマポイント点数、貯めた点数ポイントがイレギュラーなことでチャラになることもありますね。機種変更とか長年放置して期限切れとか、私も東京から沖縄に引っ越して首都圏なら使えたポイントが沖縄では通用しないものがあります。それは致し方ないことで割り切らないといけないですね。早めに対策取っておくべきでしたが後悔先に立たず、王子も慌てないでの泡がなんかあのバブルの泡になってる、慌てないでそのポイントは大事に使ってくださいね、うん、ポイント利用は計画的にっていうことです。まあそうだよね、ポイントっていろいろ利用できると思うんですけども、まあ、王子の場合はねそのね、ご利用ポイントじゃなくして、うん、その泡の方が大事ですよね。ん泡の方、泡今の泡、その泡って強調されてもどう答えたらいいの。それはもう泡大事でございますよ本当に。あのよくさ、うん、まあ、これ全然違う話ですけども、はい、あのお風呂の中にねこの、 あの泡がブクブクするようなのさあの入れてね、入ってらっしゃる方いらっしゃるじゃないですか、このセレブのお姉様方とか、はい、そういうのよくあるでしょテレビなんかでも。あ、うん、テレビではよく見ます。俺は本当にですね、やっぱり一度はやってみたいというかね。えたまに、ちょっとあのお高めのリゾートホテルとかに行くとそのなんて言うんでしょうね、入浴剤代わりにそれがついてたりしますよ、うん、あそうなの、あのなんていうのかな、バブルっていうの、うん、でこう泡ブクブクするっていうのがありますけども、その入浴剤ではなくしてね、うんうん、もう元々のお風呂のその機能としてあるとかさ、なんだろう、お風呂がブクブクするわけじゃなくて、うん、その泡になる洗剤って言ったらおかしいな、うん、なんていうの、入浴剤というよりはもう、うん、体洗う洗剤ですよね、はいはい、洗剤というか石鹸ですよね。あれはなかなか応じできないですよ、うん、あれをやったあんた暁にはですね、うん、次に入る人がどうするっていうね、そんな泡ブクブクしてって、ね、なったらですね、うん、まあいろんな方々からですね、まあ大きさきとかね、あの羊からねじゃああのお家でやろうとするからでしょ。もう違う、だからリゾートホテルとかに行くと、ね、たまにそういうことね、だから入浴剤がついてるところもあったり、うん、そういうなんて言うんでしょう、その、うん、あのジャグジーじゃなくて、はいはい、ジャグジーの機能はない、はいはい、多分あの栓をしてお湯を注ぐって、うん、お湯入れるとそれで泡泡になる、うん、あそういうことね、うん、もうそういうところもありますね。ちょっとね今考えちゃったもん、それやったらもう、うん、あのいろんな方からこうねあのミラクルパンチが来るんじゃないかっていう家でそうね、なかなか家でやるのは大変ですよ ね、うん、ねやっぱりったらもう全部また、ね、毎回だってお風呂の水ね、うん、家族だって王子のところはお妃もね、羊も多いですから、ね、王様もいますからもう大変ですよね。そうでございます、それやった時にはもう本当にどうなるみたいなね、うんうん、それこそあのあれですよ、あの王子と言われなくてジジイ何やってるって言われますからね。はい、じゃあ CM で です、はい。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。
ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミは、お客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンなごみで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート。安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し。お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。名古屋は栄養コーナーですけれども、はい、今日は何か告知が、うんうん、そうですね、もうすでに SNS では告知させていただきました。はい、じゃあ発表します。はい、お願いします。11月30日キューナビート開催です。やった、おめでとうございます。まあ、キューナビと何かと言いますと、はい、今ツイキャスでも参加されています、はい、パパヤさんがされている番組、はい、スリップビート、はい、木曜、うん、FM ギロは毎週木曜日24時からの放送の番組なんですけども、はい、こちらの番組とですねコラボをすることになりました。でこのコラボなんですけども、うん、はい、11月30日土曜日、はい、19時から、はい、場所はですね、名古屋市中区にあります、青森王国という民謡居酒屋な、沖縄民謡居酒屋なんですけど、うん、はい、こちらで開催いたします。でどういった内容かと言いますと、ですね、これババヤさんが率いるバンドですね、エクスペリエンスでしたっけ、こちらの方の、はい、バンドと私たち旧名古屋のメンバーがコラボでいたします。でただですね、私たち3人は演奏はしませんので。そうだね、はい、一応私たち3人はMC をするということで、うん、まあ王子がずっとこのね、はい、この時間帯喋り倒すみたいなね、うん、もしかしたら演奏の時間があるのかしらっていう、うん、お黙り。まあそんなことにならないようにね、はい、ちゃんとね進行表も作りまして、あ、はい、そうなの？そうですよ。もうもちろん王子の時間もありますけれども、うん、はい、まあまあそれは控えめに、はい、あ、そうだったの？演奏をねしっかり聞いていただく。ああ、そういうことだったもんね。王子もしかしたら裏滑りないとかしらと思って、うん、ね、もしかしたらずっと王子が喋らなきゃいけないのかなというね、しかもですよ、しかもですよ、うん、このその、まあ、土曜日なんですけれども、うん、はい、なんと、はい、FM ギノワンで放送、はい、あ、そうなんですよ、うん、この日なんですけど、うん、はい、名古屋から生放送、生中継いたしまして、うん、生中継 FM ギノワン、うん、電波で、はい、お送りいたします、うん、しかも、はい、ツイキャスも、うん、はい、稼働いたします。これは何、はい、FM ギノワンのツイキャスですか。はい、FM ギノワンの月ツイキャスですね。で今回はですね、うん、我々ですね、音楽番組ということで、はい、もしかしたらあれ、はい、王子もこのアーティストとしてこう、はい、そちらに地獄を見るわよ。タンパリンとかいらないからね。あ、それいらないですよ。え、そうなの、うん、タンパリンいらないよ。え、そうなの、あら、あら、一応ですね、うん、まあ今回ですね、
青森王国から生中継するんですけども、はい、あのまあ、音楽番組なんですよね今回。そうですよ、あのスリップビートといえば音楽番組っていうことは、もしかしたら王子もこのアーティストっていうかね、シンガーとしてこうお迎えしていただけるのかしら。ちょっと黙っててくれる。で、あの音楽番組なんですね。ですのでやはりですね、音質もですねいいものと思いまして、はい、FM 電波とリスラジのお聞きの、皆様には遅延なしの高音質でお送りする予定をしております、うん、ですので、もっといい音で聞きたいっていう方はぜひリスラジもしくは FM 電波の方でお聞きいただければと思います。うんうん、そういうことですね。 FMGGC さんありがとうございます、ご参加ということで。え、沖縄から来ていただけるんですよ。あら、あ、素晴らしい。え、本当ですか。素敵じゃないですか。あら、え、そしたら王子歌わないとね。じゃあ、いやいや、歌わなくていいから。あ、いいの。でも申し訳ないけど王子の時間そんなにないから。ないですよ、うん、あのメインはあくまでも、うん、ね、スリップビートさんが、あ、そうなんですね、あ、そういうことね、メインでございますので、で、あなたもはい、あと、まあ、エクスペリエンスの、うん、この素晴らしい演奏と歌を聴いていただくという、ね、あ、聴いていただく、あの王子がそこで歌うっていうわけではないんですね。いやいや、じゃないです、お黙り。違うんだ、王子分かってるよね、もうオチは、最後のオチは分かってるよね。まあまあまあ、もう言わなくても分かってるですね。高保さんが、うん、王子の妄想癖はいつもながらお見事ですねって。あ、妄想ね。そしてダントさんも参加しますということで、 ありがとうございます。ね、またちょっと今年もね、うん、イベントどうしようって言ってたところだったんですけれども、うんうん、はい、ね、パパヤさんとですね、おかげさまでちょっとコラボ企画をいただきまして、うんうん、そうなんですよ、うん、コラボをさせていただくということで、まあね、まあね、名古屋というところでね、またちょっと、うん、ね、あ、また名古屋かって言ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど ね、 ね、うん、これね、今沖縄大輔さんがね、はい、王子、歌のお兄さんじゃないんだからっていうことなんですけども、はい、体操のお兄さんでいきますんで大丈夫です、はい、そしてお黙り。パパヤさんから、王子の時間、お時間ささやかですが素敵な対戦相手をご用意しておりますので心してかかってください。詳細は当日。対戦相手、対戦相手ということはですね、はい、王子もですね、まあ、心してですね、うん、またあれじゃないですか、ね、白のね、はい、まあ、よく言うね、純白のね、白いパンツを履いてですね、望まないと、ね、うん、気合が入らないっていうね。ジュニーさんが素人カラオケと間違えてるって言って。え、カラオケ、素人カラオケと間違えてるでしょって。ああ、そういう、うん、そう、そういうことですか。もうみんな言ってますよ、沖縄大好きさんは王子が歌うって。しかもペーターさんも王子ソングわらってなってるじゃないですか。え、それ10あるんですか。これやっぱりですね、うん、まあ、どっかの時間でですね、王子が歌った方が、皆様に喜んでいただけるんじゃないかなっていう、ね、ふざけるな、そういう思いはございますけども、ただいかんせんですね、はい、楽曲が全然わからないっていうね、うんうん、ということがございますんで、うん、まあ、浪曲のような喋り口調っていうのかな、うんうん、そういうような、ね、歌になるかもしれませんけども、まあ、何らかの形でね、滑り込んでいきますので、皆さんね、お聞き、滑り込んでくるんだ、うん、お聞きいただきたいなと思いますけども。いい、いらない。え、いらない。あ、そうなの、うん、いらない。そうなんですか。はい、まあですね、一応ですね、MC はやらせていただけますので、で、まあ、いろんな形でですね、うん、本当に今のね、トークでもね、滑り込んでいきますので、滑るか、さあ、そういう滑りじゃないよ、うん、ね、うん、そのああいう、まあ、トークで滑るんでしょ、まあ、うん、隙間トークでございますよ、まあ、のことだけどね、隙間トークでございますよ。そういうところでちょっとね、王子もいるよっていうのをね、皆様に分かっていただけないといけないもんですから。あ、それとですね、大事なものがまだあるじゃないですか。はい、はい、ステッカーですよ。はい、ステッカーでございますね。そうなんです、うん、なんと今週から、うん、今月、あ、今月ですか、今月、うん、あ、いっぱい、うん、はい、今月、はい、そう、10月、今日からあと3週間、はい、あと3回ぐらいあるのかな、3回ですね、うん、はい、はい、今日含め3回、ね、皆様ね、こう聞きいただいている感謝の意味もありまして、そうだね、はい、キユ名古屋と滑り王子ステッカーのプレゼント、はい、
があります。おすごいよねこれ欲しい人いるのかな。でこれはなかなか手に入らないですよ。FMJG 新一さんがデザインしてくださいました、うん、あの素晴らしい、本当素晴らしいよ。金融名古屋のロゴはちょっと金色でゴージャスな感じに仕上がっております、うん、はいはい、金融名古屋ステッカー、うん、はい、ロゴマークがねちょっとあの名古屋チックに金色でございます、うん、でこの滑り王子のですね、はい、滑り王子ステッカーはステッカーこれすごいですこれすごいですよこれ細部までね、うん、あのとっても細かく作られてデザインされております。王冠かぶってるからね。でねこれこれ、これ どうするの、はい、2枚セットそれとも1人ずつどうするんですか。どうしましょうね、皆様のですね、はい、じゃあ王子決めてください、はい、今ここで決めるっていう。でもねあのたくさんの方にね、はい、あのお届けしたいですので、はい、あの別個で別個ってなんやね、別個ってこれ方言かな、うん、あの別々でですね、あのじゃあ王子ステッカー、ね、キユ名古屋ステッカーっていう風で、ね、はい、お届けしたい、ね、そうですね、はい、じゃあキユ名古屋ステッカー希望の方はキユ名古屋ステッカー希望、はいはい、で王子ステッカー希望という方は、いやこれはもうあれですよ、抽選ですよ。いやでも希望は聞いた方がいいじゃないですか。だって旧名古屋ステッカー欲しいのに王子ステッカー来たらちょっと嫌じゃないですか。いやいや、まあ、これは希望にしましょうよ。ね、うん、何がいいかわからないという。そうだね。ですそうなの？そうこれ、はい、にしましょうよ。そうそう。で、メールいつものメールアドレスですね。はい。KIYU@KIYU ドット名古屋、はい、キュードット9アットマーク9ドット名古屋、はい、ここにお送りいただきまして、件名にステッカー希望と書いていただき、件名はステッカー希望ですね。でキーワードは何ですか。キーワードお願いします。キーワード難しいよ、はい、いい、はい、よく聞いてね、はい、ね、いきますよ、はい、クラシカルでアカデミック。はい、わかりました、うん、ね、これちょっと難しいですね、うん、これ難しいですね、うん、これをちゃんとよくお聞きになって、うんうん、まあいつもね王子も言ってるからね、わかると思いますけども、うん、そのなんかパンデミックとかさあ、パンデミックはダメですよパンデミックは違う言葉がね残念になっちゃうからね、かもしれない、うん、でよくね、うん、もう本当にあのクラシカルでね、アカデミックと書いてください。パンデミックだとね、うん、ダメになっちゃうからね。でアドルティックもダメです。そうだねはい、エロティックのもダメよちょっと紛らわしいいろんなこと言ったら、だから今みんなが違うキーワードで応募するからやめて。だからちょっとそれを言ってこう惑わすみたいなね。はい、はい、じゃあもう一度キーワードを、ね、クラシカルでアカデミック、はい、はいです。はい、はい、難しいな、うん、これ、はい、以上ですね。以上です。はい、以上名古屋は栄養コーナーでした。FM Kigawan. We are Kiyo Nagoya. はい、はい、どうぞ。はい、はい、メールご紹介します。はい、今夜も元気にこんばんは、こんばんは、みんなの沖縄 T シャツパパヤです。ありがとうございます。いつも仕事の合間にネット検証に応募して、毎月いろんなものが届いていて、おーすごい、とうとうクオカードが1万円分を超えました。おーすごい、先月からこの隙間時間にポイ活を真面目にやっているんですよ。お、ポイ活アプリは以前からやっていたんですけど、たまにしかやってなくて、とりあえず毎日ログインして放置系ゲームなどでポイントを貯めていたんですよ。ああ放置してても貯まるんだね、そしたら2週間で、ポンタポイントが6000ポイント貯まりました。おおすごい、おすごい、ということでございます。放置してても貯まるんだね。王子はですね、はい、まあ、よくあの放置プレイをやられるんですけども、はい、それでポイント固まったら一番いいんだけど、うん、そういう機能はついてませんね。ん、ん、ん、ちょっとメールをお願いいた
たします。だから今は王子よくね放置プレイでやられるけども、はい、次のメールをいたします。だから放置プレイしてほしいのかなと思って違うよ。はい、次はですね、ゆのきゅうりのばあばさんからです。ありがとうございます。成績はあまり良くなかったのですが、勉強の点数は言えませんが、日曜日にあるメンバーでカラオケに行ってきました。その時の点数は86点でした。おお、いいじゃないですか。決して上手じゃないけど嬉しくなって90点以上を目指したくなりました。歌の上手くなる方法を検索して、そんな方法があるのかな、頑張ってみようかなと思うバーバーです。目指せ90点ということでございます、ね、でも好きな歌手の歌をなんかもう100点取るまで帰れませんじゃないですけど、本当に高得点目指して頑張ったこととかありますね、うん、あります、あります、うん、あのカラオケってね、はい、なんていうのかな、その歌手に似せてこう癖のある歌い方すると点出ませんね。確かにね、うん、なんていうかな、どういった表現したらいいのかわからないですけど、もうなんて普通の歌い方っていうのかな、うんうん、あまりこう抑揚つけて歌うんじゃなくして、うんうん、ノーマルに歌っていくと点数が出ますね。確かに、ね、うん、ちょっとかっこよく歌おうと思うと点数出ないですね、あれね、うんうん、そこら辺がね、王子もよくね、モノマネして歌うんですけど、これ良かったと思ったら全然点が出ないっていう ね、やっぱり案外癖は、ね、うん、癖はね、ちょっとね、難しいみたいですね、うん、点数を上げようと。ツイキャスで龍神雅也さん、こんばんは。こんばんは、初見です、熊本から見てますということで、ありがとう、ありがとうございます。馬刺しうまいよね。え、そっち、そっちかい。、うん、でもね、あ、でも美味しいですよ、ね、うん、でも熊本からね、見ていただいて本当嬉しいです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、なんか先ほどのいろいろなんかキーワード言ったじゃないですか、うん、はい、FMJGC さんがミュージカルでパンデミックになってますよ。ちょっと難しいね、ひねりすぎだね。、うん、なんかね、ツイキャスをご覧の皆さんは分かるんですけれども、パパヤさんが若干こうね、アドレスもね、応募するアドレスも教えていただいてますし、ちょっと若干ヒントをね、教えてくださってますけれどもね、はい、あと はい、応募は来週の金曜日までですね。はい、来週の金曜日じゃない、失礼しました。来週の金曜日、失礼しました。なんで、失礼しました。違うでしょ、間違えました。今週の来週月曜日です。来週月曜 月曜日まで。はい、でお願いします。14日までということで。はい、あのさ、はい、今日もね、ツイキャスのコメントが多すぎてね、読めてないよね。はい、エンディングです。はい、来週のテーマはファッション。来週のテーマはファッションです。トレンドファッションが気になる、ファッションセンスがないなど、ファッションに関することをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、太鼓式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。メーターさん、滑りポイントイエローカードと交換あしたら大変だ、退場になっちゃう。あ、イエローカードね、キーワードを秒で忘れたって。言いますよ、思い出して思い出して、あ、ペーターさん、アーカイブで確認キーワード、うん、あ、そうです、確かにそれもその手もありますね。クラシカルでアカデミック、はい、はい、山中さんありがとうございます。ありがとうございます。ファーファークション。はい、お黙り。はい、来週もお聞きください。はい、閉店ガラガラ。 あれ、
はい、今夜もお聞きいただきまして ありがとうございます。なんで噛んでるの？最後噛んだよ ね、 あのずっと今日ね噛まずに来たんだけど、うん、最後噛んだね。まあこれがまあ王子 の、 あの特性だからいいと思うんですけど、いやまあよく噛む、うん、私はあまり文句は言えません。じゃあ、はい、今日あのね、高本さんが永久不滅ポイントですね王子はって。ありがとう。それでですね、はい、ジングル第2弾出したんですよね、うんうん、はい、うん、もう一回聞いてみますか。はい、うん、お願いします。かっこいいですね、うん。79.7 FM Kinawan. We are Kyu Nagoya. Nagoya. また来週です。また来週。ありがとうございました。